ウィルマー・マクリーンはアメリカ合衆国バージニア州の食料品商人。偶然にもその住居が南北戦争初期と末期の重要な出来事の舞台となったため南北戦争はマクリーンの家の庭先で始まりその応接間で終わったと言われる。すなわち戦争勃発時に暮らしていたマナサス郊外の住まいは陸上戦闘では最初の大規模回線である。 第一次ブルランの戦いで最初の砲撃が加えられた場所となり戦争中に引っ越したアポマトックスコートハウスの住まいは南北戦争の実質的な終結を意味するロバート・イーリー将軍降伏の場となった。マナサス郊外のマクリーン家ウィルマー・マクリーンは1814年5月3日にバージニア州アレクサンドリアで生まれた。1853年には裕福な家父である。 バージニアメイソンと結婚した。妻のバージニアはプリンスウィリアム軍でヨークシャーマクリーンはしばしば農場主として言及されるが、その生涯において農業を営んだと言えるような時期はない。南北戦争以前、彼の仕事は食料品の卸売り、小売りであった。ヨークシャープランテーションの管理に携わったのがわずかな農業との接点である。 第一次ブルランの戦い1861年7月21日朝、マナサス北方における両軍の配置。地図右、南軍が1861年7月21日、南北戦争における両軍最初の大会戦である第一次ブルランの戦いがマナサス北方で展開されたが、その最初の攻撃はマクリーン一家が暮らすヨークシャープランテーションで行われた。 当時、マクリーンの家は、南軍の PGT ボーリガード巡承が、司令部として使っていた。7月21日午前5時15分、北軍はこれに砲撃を加え、砲弾は、台所の暖炉に落下した。ボーリガードは、戦いの後で次のように記している。A コミカル、エフェクトオブニスアーティレリーファイトアズザディストラクションオブザ、ディナーオブマイセルフスタッフバイ。 エイフェデラルシェルザットフェルイントゥーザファイヤー、プレイスオブマイヘッドクォーターズアットザ・マクリーンハウス。この砲撃は、滑稽な戦果を上げた。マクリーンの家に置いていた、司令部の暖炉に、連邦の砲弾が落ちてきたために、私と幕領たちの朝食が破壊されたのだ。南北戦争中の生活マナサスアポマトックス、コートハウスアレクサンドリア・リッチモンド関連地図。 マクリーンはバージニア民兵の退役少佐であったが、南北戦争の勃発当時は47歳であり、現役復帰するには高齢であった。南北戦争中、マクリーンは南軍に納入する砂糖のブローカーであった。マクリーンの商業活動はバージニア州南部が中心であったが、ヨークシャープランテーションのあるバージニア州北部が北軍の支配下に入ったため、 南軍相手の商売は難しくなった。マクリーンは戦争から逃れるために引っ越しをしたのだという言い方を好んだが、州南部への移住にはこのような経済的な必要に迫られたためという事情もあった。もちろん、戦闘に巻き込まれる経験を繰り返したことからが行われている彼の家族を戦闘から遠ざける意図があったことも疑いない。1863年春。 マクリーンとその家族は、マナサスから200キロメートル南、アポマトックス郡の小さな集落、アポマトックスコートハウスで売りに出されていた家を購入して移住した。アポマトックスコートハウスアポマトックスコートハウスのマクリーンの家とマクリーン一家扉の前に、ウィルマー、その右手に妻バージニア。写真には、マクリーン家の子供たち、マリア、オセオラ、オーシー、ルクレツヤ、ルーラ、 何に家が映っている。マクリーン家の子供には他にウィルマージュニアがいるが、この写真に映っていない。再現されたマクリーンハウスのパーラー。左の机をリーが、右の机をグラントが使った。アポマトックスコートハウスでマクリーンが購入した家は、1848年に建築された2階建ての家で、リンチバーグリッチモンド街道沿いに所在していた。 戦場から離れたアポマトックスは比較的安全であろうとマクリーンは考えたのであるが南北戦争末期の1865年4月上旬戦場がアポマトックス付近に移動してきたロバート・イーリー大将率いる南軍が首都リッチモンドやピーターズバーグから西へ向かって撤退戦を展開したのである1865年4月9日ウィルマー・マクリーンの住居は 再び歴史の舞台となった。4月8日のアポマトックス駅の戦い、4月9日、早朝からのアポマトックスコートハウスの戦いで、リーはこれ以上の撤退戦を阻止された。北軍のユリシーズ・グラントはかねてリーに降伏を促す手紙を送っていたが、4月9日午前にリーはグラントに対し、疲弊しきった自軍の降伏を話し合うための会見の場を設けるように手紙を送った。 昼前にこの手紙を受け取ったグラントは、前線に出てリーと会見することを訳する編集を、軍師に持たせた。会見場の設定は、リーの選択に委ねられた。リーや、副官であるチャールズ・マーシャル中イラ南軍側の、首脳と北軍の軍師は、馬に分乗して、アポマトックス・コートハウスの村に赴くこととなったが、リーに先行したマーシャルが、コートハウスの前で出会ったのが、 ウィルマー・マクリーンであった。マクリーンはマーシャルから会見に適した場所はないかと尋ねられた。マクリーンはマーシャルに家具のない空き家を紹介したが、マーシャルは受け入れなかったため、自宅を提供することにした。午後1時、リーが、その30分後にはグラントが到着した。両将軍はマクリーン家のパーラーで25分間話し合い、グラントは寛大で、的な条件で、 南軍の降伏を受け入れた。降伏条件を記した文書が作成され、リーはこれにサインした。マクリーンの家から馬で帰るリーを、グラントは、マクリーン家の票の階段まで出て、脱帽の礼をもって見送り、グラントの部下もそれに習った。リーの降伏は、南北戦争の終わりの始まりであり、連邦再統一の一歩であった。後にマクリーンは次のように述べている。 ザオウビギャン・イン・マイ・フロント・ヤード・アンド・エンディド・イン・マイ・フロント・パーラー戦争は我が家の前提で始まり、パーラーで終わった。幸福の儀式が終わるや、北軍の将兵は、パーラーの机や椅子や、その他もろもろ、固定されていなかったほぼ全ての家具を記念品として持ち出し始めた。自分の財産の略奪であると抗議するマクリーンに、対して彼らは幾ばくかの金を握らせた。 エドワード・オード大将は、リー・軍が幸福文書にサインするのに用いた机の代金として金貨で40ドルを支払い、フィリップ・シェリガン大将はグラントが文案を書くのに使った机の代金として金貨で20ドルを支払った。なお、シェリダンがこの机を馬に乗せて運ぶように命じたのはジョージア・アームストロングカスターであった。南北戦争後もしばらくマクリーンは、 アポマトックスコートハウスに留まり、南軍兵士の墓地建設に寄付をするなどしている。しかし、マクリーンが抱えた借金の返済が不可能になったために、アポマトックスコートハウスの家は、債権者に差し押さえられ、競売に付された。1867年秋、マクリーンとその家族は、ヨークシャープランテーションの家に帰った。しかし、 マクリーン家の経済的な困難はその後も続き、アレクサンドリアに引っ越している。マクリーンは1873年から1876年まで内国採入庁に勤務、1876年から1880年まで税関に勤務した。1882年6月5日、マクリーンはアレクサンドリアで没した。同地のセントポール墓地に、 バージニア夫人と共に葬られている。再現された、マクリーンハウスの食堂リー将軍幸福の場となった、マクリーンの第二の家は、マクリーンの手元を離れた後で人手に渡り、さらに解体、移築されて、博覧会の展示物になったり、解体された資材が放置されたりするなど、曲折をたどった。家のあった敷地は、1940年に、アメリカ合衆国国立公園局が管理する。 アポマトックスコートハウス国立歴史公園の一部として指定された。第二次世界大戦後に家屋の復元が行われ、1950年に完成、公開されている。北軍の将官たちが記念品として持ち去ったマクリーン家の家具のいくつかは、寄贈などによって国有資産となっている。例えばリーが座っていた椅子、グラントが使っていた机、グラントが座っていた椅子などである。 リーが幸福文書にサインした際、パーラーのソファーには、マクリーンの娘であるルラの縫いぐるみ人形が置かれていた。この人形も、また北軍の参謀によって、記念品として持ち去られ、歴史的瞬間に立ち会った、物言われ目撃者の名で知られることになった。この人形は、パーラーでの出来事から約120年後にアポマトックス、コートハウスに帰還し、現在は、 ビジターセンターの展示物として訪問者を迎えている。印を付したものは翻訳元に挙げられていた出展であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。